よかった、怖わー、こわー、ちょ画面がここね、ここのこの真ん中がつながるようになったっていうことだね。あー、よかった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 ね。ちょっとこればっかりに目がいってたけど、そしてここってさ、ここってアンロックで開くかな、かな、どう、あ、これはダメなんだ。こっちはダメ。あとおしゃべりしてから行きたいね。竹を解いても扉は開かないか。だが、どこかで大きな音がしなかったか。なるほど。お水のあたりで、どこかで鍵だったり、何かが手に入るということなんじゃないかと予想を。ここはどんな感じ？ここは、今のところわからないけど、降りていいね。ここは、何かあるね。あ、星マークがあって、ちょっとだけお水があるみたい。あれって乗っていいのかな？どうなの？これなりそうじゃない？わー、気になる。封印の罠なんだ。じゃあ、封印の時って、これって今、アンロックできる？魔法封印されるよね。ダメだよね。これは、じゃあ、どうやって取るんだろう。ちょっとわからないまま。これは？あ、いろんなところにいろんな仕掛けというかがあるんだけど。それはジャイロさんなんだ。ジャイロさん、お願いします。ジャイロさん、お願いします。よし。海蛇の鱗、鱗はまた誰かがね、装備できたりとかすると思うから、それはそれで嬉しい。これは今ちょっとなんともできない。これって解除、されたで、ここの、ここ違う、こっちにもなんか行けそうなところあるけど、こっちだね、星マーク、大きい星マーク。ここ星マークここなんだけど、ここ、おなんか違う、なんか違う。あ、でもここ、あ、さっきのところだ。ん？さっきのところ。これちょっとぴょんぴょんって飛んでいって、こっちにもある。これなんとかできないのかな？わかんないな。でも、大きい星マークがあれだから、多分あの宝箱の中に入ってるんじゃないかな。ねえ、そんな感じするけどな。これなんとかならないの？ちょっと今までの魔法の中でなんとかなるのないかな。ねえ、これどう？これ。冬で、そこの床というかに触れないようにしていったらいけないかな？どうかな？空間全部ダメかな？やってみよう。これで、やったこれでいいんじゃない。で、これを、こうして、ここでアンロック。これでどう？おー、蛇軍師の鍵を手に入れたぞ。よかった。これでさっきのところ開くんじゃないの？じゃないかな。よかった。ちょっと冬、ずっと冬されてるけど、これで、一旦戻って、そうだね、星マークが移動してくれているから、戻ります。一旦この人をおしゃべりしたい。おう、鍵を見つけてきたんだな。おそらく、ファラージャはあの扉の奥にいる。うちも一緒に戦いたいが、そんな傷だらけで戦えるわけないで、足手まといになってまうわ。ファラージャは俺たちに任しとき。
すまない、あとは頼んだぞ。ドキドキする、ドキドキする、頑張ってみようか。ちょっとだけマジックポイントが削れてしまっているから、今ね使ってというか、なので一旦モニュー、一旦モニューしてみましょうか。めっちゃドキドキする、めっちゃドキドキする。よし、頑張ってみよう、頑張ってみよう。この先にファラージャが。準備はええか。蛇軍師の鍵使用しますか。はい、よっしゃ、まあ行くで。見よう、強いかな。カエル、カエルが奥にいるような見た目。いやでも、でも多分さっきみたいな人が出てくるんだろうな。でももう行くしかない、もう行くしかない。なるべくオリバーくんの魔法で戦っていくみたいな気持ちでいいかな。なんだろう、なんだろう、なんか浮いてる。なんかすごい綺麗だけど、あん、イニシエの蛇軍師バラージャ、怖っ。なんだよ。うん、結構、おっきい敵が来たね、今回はね。オリバー君、まず守りシフト。で、魔法を、聖なる矢とかでまずは戦ってみたい。これは何？呪音？呪音かな？とりあえず、呪音だね。守ってみた。どんな感じになるのこれ。何されてるのこれ。ちょっと待って、呪われてる、すっごい歩くのが遅い。押して、聖なる矢、聖なる矢、あんまり効いていない感じがする。真空波っていうのが来るみたい。大丈夫そう。あの真空波はちょっと距離があったらなんとかなりそうな感じ。危ない。真空波、ちょっと距離開けて、うん、そうだね。距離があったら大丈夫そう。大丈夫そう。で、魔法を。多分こういう、ちょっとなんかボスっぽい人は、雷撃波はちょっとわかんない。守れてる。大丈夫だと思う。で、そう、こういうちょっと、ボスっぽい人には魔法をしっかり当てていく感じにしたい。これもおそらくちょっと距離があれば、大丈夫だね。でも避けておけば、距離を保っておけば大丈夫そう。これヘビに苦手やねん。オリバー頼むわ。あいつこっちに来れんようにしてくれへんか。なんかあるやろ、ヘビの動きを止める魔法とか、ヘビなんちゃらとかいう、そんなダジャレみたいなあれではないと思うけど、ヘビーウェイトしといてっていうことだよね。でもね、これそういうことだね、そういうことだね。チャンスが来たけど、ドル君、必殺を取れるかな。取れそう。よし、来た。デタラメランプ、いけーん。もう一回放とうとしてる。2個目が出てきたね。デタラメランプ、どう。これはマジックポイント使わなくていいからとてもありがたい。もう一回、おお、すごい出る。よし、体力も回復できるし、デタラメランプを2回目。いいんじゃない、なかなかいいんじゃない。これレベルアップ修行暗劇効いてるんじゃない。よし、頑張れ。もう一回できる。あ、マルさんの必殺技ソウルハーモニーだって。おー、ここで必殺技ちょっと嬉しい。素敵だし、ちょっと綺麗。これは体力の回復かな、もしかして。ちょっとわからないけど、こうして、じゃあこれって今さ、ヘビーウェイトの効果は切れているのかな、どうかな。こうして、あ、効果が切れてとかっていう感じじゃない。また同じ感じにチャンスが来るのかと思ったけど、そうではないみたい。伊達撃破はこっち向いてないから大丈夫そうだね。
ちょっとあのマジックポイントがだんだん減ってきたのと、体力にちょっとだけ余裕があるから、ギャル君の戦いで今ちょっとちょこちょこ体力を削っている感じ。まあそれはそれでいいとして、呪音が来てしまう。これはこれ守れできてるのかちょっと怪しいんだよね。あー、またあれだね、必殺技のやつが出てくれたけれども、取れるかどうかはちょっと微妙なところ。呪音に関してはどうだどうだ、できてるできてる。あー、必殺技のは取れなかった。まあ仕方がない仕方がない。ルール君の時間がかなり厳しくなってきた。仕方がない。クリバー君に変える。ちょっとだけマジックポイントも取れたから、せーなるや、よしまあよしとして、どうしようか。まだちょっと時間が、ルル君の時間がまだもう少し回復していないから、雷撃波、電撃波って読みそうになっちゃう。よしルル、間違えちゃった。よし、魔法をもう一回ヘビーウェイとして、チャンス来た。ここで、ルル君に変える。え、ルル君の戦いでいいかな。まあ、チャンスがあったし、体力はまだちょっとあるし、危ない。アイスが来た。あ、取れるかな。ちょっとこれはルル君が取りたい。よし。デタラメランブ、真空波の向きがちょっと悪い。どう。デタラメランブは発動できた。よかった。頑張れ。デタラメランブ。おお、なかなかいい。よし。真空波の回避。戦え。いいんじゃない。ちょっとさ、あのルル君の武器を変えたのがもしかしたら効いてるかもしれない。守れ、呪音は守れて回避できるかどうかはちょっと微妙なところ。ビョンビョンしてる。頑張れ。あ、よし、よかった。あー、マジックポイントは取れなかったけど、ちょっと体力でも向こうもうあと3分の1ぐらいじゃない。なかなかあの必殺技がのやつが取れたのが大きかったような気がする。よし、いい感じ。ルル君の時間がまたちょっと危なっかしくなってきたから、仕方がないか。これはちょっとオリバー君に変えて距離を保ちつつ、真空波はこっち向いてないから大丈夫。ルル君の時間の回復を待ちつつ、マジックポイントが出れば、マジックポイントを取っていきたいけど、体力は今、オリバー君じゃない子に渡してあげたかったな。ちょっと戦う。まあ、仕方がない。マジックポイントは取れなかったけど、ヒヒハー。よし、ルル君の時間が戻ったので、ルル君の戦いで頑張れ。できるだけこのマジックポイントは最後の最後まで置いておきたい。よし。でもここまでアイテムも使わずになかなかいい感じに。あ、呪音が来ちゃう。これは守っておこう。よし。あんまりね、めちゃめちゃ動きが速いだったりとか、ものすごい攻撃をしてくるだったりとか、避けられないとかっていうのがないのはありがたい。呪われはしてしまったか。守れはできたけど、まあ、それは仕方がなかった。多分真空波も向きが大丈夫だと思う。あ、ナイスが出てくれた。よし。あー、ルル君の時間が、あー、限界だ。オリバー君に変える。あ、呪音が来ちゃう。ちょっとその呪音で呪われて動けなくてこっち向いてしまってみたいな時がちょっと怖いけど、これさえなければどう、大丈夫か。おー、めっちゃこっち向いてる。大丈夫。セバさんごめん。セバさん、あー、まあ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 
私こっち向いてるけど多分距離があるから大丈夫。ジャイロさん、ジャイロさん倒れてる。そしてフール君が、あ待って、こっちをめちゃめちゃ向いてるからちょっと厳しい、ちょっと厳しい、危ない危ない危ない。ここでルル君に帰る。もうちょっとなんだけどな。体力としてはもう向こうの体力としてはかなり削れてくれてはいるんだけど、危ない危ない危なかった危なかった。あ戦いがまだ使えない。さてさて、ご視聴いただきましてありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。ではでは、またねー。